この時間は伊集院光る深夜のバカ力、新春特別プログラム沢田研二ベストヒットをお送りする予定でしたが、番組内容を変更してお送りします。 TBS ラジオ新春特別番組、よみがえる70年代フォークソングコレクション、激動の90年代、そして迎えた波乱の21世紀。この時代に必要な音楽は暴力的なロックでも機械的なテクノでもなく、70年代に我々を常に癒してくれ、そして元気づけてくれましたフォークソングではないでしょうか。明けましておめでとうございます。伊集院光です。さて、今夜はですね、新春特別番組よみがえる70年代フォークソングコレクションということで、番組に寄せられましたフォークソングのリクエストを集計、上位にランクした曲をかけながら、まあ、70年代という時代背景を振り返っていきたいと思っております。またですね、今夜はの貴重なライブ音源もどんどん放出していきたいと思っておりますので、エアチェックの方を忘れないようにしてください。それでは早速第30位はこの曲です。昭和49年3月に行われた神津島地下大ホールライブでの音源です。5月映えでメキシコに行ったふり、乾いた風に誘われて俺は見た顔出た、初めてさ吉祥寺、ここから共にあてエアメールテキーラが喉を焼くぜ、サボテンのトゲでチクチク痛い、街角じゃルチャリブレタコソリの子供が親方に怒られている、そんなメキシコ。ワン・ツー・スリー・フォー、リブタイの変わりた風に誘われて俺は見た顔でさ、3年目の吉祥寺、毎月共に出すエアメール、タバスコが喉を焼くぜ、ポンチョの裾がひらひらなびく、メキシカンピラフはうまい、あとあとあとまた書くよ。ワン・ツー・スリー・フォー、世界の乾いた風に誘われなきゃよかったな、もう20年エアメールを出すのがもうつらい、パルコメキシコ手に行ったぜ、メキシコ市役所の前のメキシコ丼屋でメキシコダンスのうまいメキシコ娘と、嘘をついていました、ついていました。もういいよ、帰れ。ワン・ツー・スリー・フォー、一回の乾いた風に誘われて俺は見た顔出た、いつまでも吉祥寺にいるわけにはいかないから、千駄ヶ谷あたりで、あれ、フォークソングコレクション第30位は5月映えの懐かしい曲メキシコに行ったふり、当時のライブの貴重な音源で聞いてもらいました。
たくさんのリクエストいただいておりますが、中でも東京都のペンネーム縄と呼ばないでさんご紹介しましょう。懐かしい5月前のメキシコに行った振りが聞きたいです。神津島のライブのテープがあれば最高ですと、今の主人はあのライブを生で見たのが自慢でとても羨ましいですと、PS 実はペロチューさんと高間ヶ原さんを打ったのは主人なんですよ。他にもこの曲にはですね、長野県のウルサガールさん、メキシコシティの高間ヶ原さん、そして、東京都の大木千景さん他からリクエストいただいております。第30位5月映えのメキシコに行った振りでした。それでは続いてですね、フォークソングコレクション第29位なんですが、たくさんリクエストいただいております。東京都ペンネーム陽水命さん、北海道ペンネームお元気ですかさん、沖縄県のペンネーム傘がない金もないさん、他たくさんリクエストいただいております。フォークソングベストヒット第29位、ワンギャルでヒロイン、その他大勢なんかじゃない。今ワンギャル内で深刻ないじめが発生しているんですか。気を見て絶対歌わなきゃ。これだ、頭骨の傷と合わせたら使った鈍器は見事。どうなの。やめてやるわよ、赤っ子に入るわよ。私は赤っ子に入るわよ。バカバカバカと、まあ新春恒例のバカはね、これぐらいにしてね、もう歴史ができてきましたからね。2000年のあのユーミンベストヒットコレクションでですね、番組を愛してくださる方、そして、普通にユーミンが好きな人からですね、まあ非難ゴーゴーという形で始まりですね、昨年もうすでに猛反省をしまして、チェッカーズベストヒットコレクションという形でやらせていただいたらですね、これはなぜかですね、もう分かったからもうよしなさいと。もうリスナー僕より年下なんですけども、分かったからよしなさいという形の、ファックス、それから、チェッカーズファンの方からのですね、真摯な抗議ですね。でもうこれ2年連続で怒られてるということで、で今回もね、でもねやっぱりな、慌てん坊だからね、沢田研二ベストヒットコレクション用意したんですけど、やばいんじゃないかと、ジュリーファンから優しく怒られるのはもう嫌だってことになって、でまあこの通りですね、フォークソングコレクションの方で始めたんですけどもね、まあよみがえる70年代フォークソングコレクションって言いますけど、70年代で僕だって1967年に生まれてますからね、だいたいコンスタントにクソを漏らしてる頃ですから、振り返ることがないっていうのもありましたけどね。まあでもフォーク好きの人が匂いを聞かしましたんで、まあこれでまあいいんじゃねえかっていうところで、まああの CM の後にですね、改めてね、この新春スペシャルの方ですね、仕切り直しますんで、そこのとこを、まあ、よろしくお願いしたいと。一級に光る深夜のバカ力から、お正月特大号、豪華三大付録付き。改めまして、大晦日です。伊集院光です。もうね、今年も最後の一日になりましたよ。この辺ね、なんかね、隠れてこう生っぽくすることも可能なんですよ。こう雪のパターンとか雨のパターンとか全部2時間ずつ撮って、それでいてなんかこう紅白の勝ち負けとか、それからあと何、正月のラグビーの結果とか、それからあと、うちの門中を変な人が木槌で壊した場合とか、そういう全部のパターンをこう2時間ずつ撮っといて、しれっと生っぽくやることは可能なんですけれども、それはあまりにね、あの人として間違ってないか、どれぐらい間違ってるかっていうと、生放送あんのにタレント気取りで海外行ってるぐらい間違ってんじゃねえかってことになったんで、まああの正々堂々と一応録音放送と言っときますが、その回ね、録音ってことはかなり頑張って作り込んでますから、もうね、永久保存版です。もう少なくともそれはね、カセットテープとか MD とかにも次に撮りたいもんいっぱい出てまいりますから、それは永久ってのは無理だっていう方はね、これをね、1月の3日まで保存してもらいたい。
いいですよ、分かりましたね。TBS のこうハードディスクとかサーバーみたいなのも限界があるわけでしょ。ね。分かりましたよ。1月の3日に TBS も消していいですよ、じゃあこれ。せっかく撮りましたけど。もし新しくこう撮りたいものがなければ残しておいてもいいですけれども、ね。まあそういうわけでですね、きちんとね、お詫びは違うよ。お詫びは、いや、お詫びか。いや、僕のモットーとしては、仕事の都合では、ほとんどこの番組休んだことないですよ。生放送。ただ遊びでは休みます。それはずっと宣言してきましたから、なんとかするようにしてますからね。いいんです、それはいいんですよ。実際はね、なんか僕がね、海外に行くってまだ細かくどこに今行ってるのか言ってないですけれども、まあ、実際はあれなんですよ、バハマっていうところと、それからあれですよ、ラスベガスで、途中に高知も寄ってると思うんですけれども、針山バスをね、見ようと思って寄ってると思うんですけど、まあ、高知はキャンセルしてる可能性が多いんで、バハマからラスベガスとか行って帰ってくる予定なんですけども、これはね、はっきり言ってね、遊びで行って取材活動なんですよ。ね、バハメンを本当にね、こう見てくることが一つね。それからあともう一個は、ラスベガスの時計の方を一応僕の方が、今年からセキュリティシステムを全部僕入札8円って板寺につけたら安いなんつって、じゃあ警備が任せたって話になって、ラスベガス一応警備しなきゃいけないんで、それに行くわけですよ。でしかもね、トピックスとして一個すごいのは、アメリカンエアラインっていうね、大変立派な、アメリカ系の航空会社があるんですけれども、これにですね、全部でこの旅のうちに8回離着陸するというですね、大変ですね、お得なツアーに、安い安いツアーにやってますんで、多分ね、まあいろんな形で頑張ってると思うんですけれどもね。その気になるところで一つ言っとくと、今日はやっぱり私、録音にするからにはいろいろ特典をつけようと。まして、新春一発目ですから、豪華三大付録っていうことでですね、一つはですね、別冊で、60ページの海底少年メバルのですね、読み切りが、読み切りの、流行ってるんですけど、それは、印刷所の都合で。つかないことになりました。一生懸命書こうと思ったんですけど、故郷の高岡でね、寝正月を過ごしてしまったんで、これつかなくなりましたね。あとはですね、アリ観察セットと、タロイモ6本っていう三大。これ漏れなくつけると大変なことになっちゃうんで、今日はですね、一つがですね、漏れなく、深夜のバカ力カルタっていうオリジナルのカルタを皆さんにプレゼントします。それからですね、抽選で、5名様に、私が心を込めて品物をチョイスした福袋、こちらプレゼントしたいと思っております。で最後の 3代目はですね、ファックスを送ってくれた方、無人のスタジオにファックスを送ってくれた方ね、まあ無人ではないんですよ。びっくりすることにですね、AD の柳沢くんがいるんですね。今聞いたからすごいびっくりしてると思いますけども、あのね、1月7日のね、月曜日のスタジオには柳沢くんがいるんです。ファックスの前に座禅でいるんです。ファックス受け取れますから、受け取っていただいて、でその後、これもしょうがないですよ、柳沢センスでいいんじゃないかっていうものを僕のいるホテルの部屋にファックスしていただきますんで、でいて後ほどうまく電話回線とつながれば私出ます。言っちゃったもう。昔ロス行ったとこでコリロっつうの、昔その企画やって大変な目に遭ってるんだから、だからもうしょうがないですよ。 AD の柳沢君も道連れにしましたから、当然構成の渡辺君がやることだと思うでしょ。ファックスエランド送るんだから、こんにゃろうも旅行行くとか言ってるんですよ。だから、まあ、柳沢君が僕の部屋に送ったやつの中から面白かったものに、お年玉袋に入った100お尻コイン、最後の100お尻コイン、これは出しますんで、お年玉出していきますんで、そちらの方のファックス企画も後ほど参加していただきたいと。で今日はね、いろいろね、ゲスト来ます。ゲスト、ミスコン2001スペシャルっていうことで、乾きみこさんがですね、騙されましたね、口車に乗った形で来ますね。それからですね、他にもですね、ベストオブダメ人間だものとかですね、様々なコーナー用意してますんで、一応最後まで、聞いていただきたい。まあ、暮れから正月にかけてですけれども、ですから、
僕にとって今明日なんですけどね、皆さんにとっては正月1月1日、1月の1日にもうテレビでご覧になった方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、チャレンジしてまいりました。あなたの人生を変えるかもしれないやぶさめやってきましたよ。あれ流れ屋がね、流れ屋が住職なんかに当たった日にはもう人生がありますから、あれにもチャレンジしてきて、まあそれテレビ放送されてないと思うんですけども、クイズミリオネアに出ましたよ。もうね、これに関しては、なんつったんですかね、僕はね、多分生涯最初に最後のチャンスなんですよ。なぜかっていうと、通常のミリオネアっていうのは、放送日がスパスパ人間学、僕のこのライフワークなんですけども、スパスパ人間学の真裏の番組なんですよ。だから、出れっこないんですよ。オファーもないんですよ。だけど、このお正月の元日のスペシャルだけは、要するに、曜日が変わってるんで出れるっていう奇跡的なタイミングで、もう、ずーっとみんなモンタをつけ回して、つけ回して、出せよー出せよーなんつって、もう、かなりもう法律ギリギリのところまでやりましたから、思いっきりテレビのフィリップの今日のテーマっていうところを伊集院光出せよって変えたりしてもらったから、ミノさんがほんまに、はいってめくったら伊集院出せよってもう一回貼ったりとかってましたから、そこまでやった甲斐もあってですね、一応ミリオネア出してもらうことができましてですね、なんと、100万円を、100万円をいただきました。 100万円って言ったら大変なこれ額なんですよ。あのね、もうほんと送金馬の人しか持ってないんですよ。普通100万円は送金馬、リムジン、ステーキっていうその3本立ての人しか持って、もう黒猫、ガウン、5本立てですよ。ね、ね、バーヤ、ね、そういうで友達が、伯爵、ね、そういう感じの人しか持ってない額をクイズでいただきました。これだから難しいのは評価がどうなってんのかってことなんですよ。ミリオネアははっきり言いますよ。はっきり言うと、一問一問のクイズは簡単じゃないですか、実際。だけど、あそこ行ってみ、マジで。だって俺が一番迷った問題っていうのは、日本の小学校、何年生？ A、2年生。B、4年生。C、6年生。D、8年生。なんかね、これはもう答えは、6年生に決まってるじゃないですか。自分だって6年しか出てないし。ね。で、にもかかわらず、なんか同じ簡単な問題でもたまたま自分の得意ジャンルだったりして、自分の知識で答えたっていう感じがしてると、そのままはっきり言えるんだけど、なんかこれって、これっていいの？みたいなことになると、オーディエンスって言いたくなるのよ。もうなんかオーディエンスに確認取らないとちょっとまずいんじゃないかみたいな話になるわけですよ。ほんで、100万円の問題で今この前に座っている、この個性クソ渡辺とかの、他のデブタレの皆さんとかホリプロの皆さんに、テレフォンで、聞いて、100万円いただいて、その後、次は250万の問題かなんかをクリアして、で、500万の問題を、降りればよかったんですよ。もう変な話ね、75,000円で降りるべきでしたね、僕の中では。もう降りてもいいぐらいだったんですけど、75,000円を抜きましたから、もうちょっとと思って、行ったら最後また、つまんない間違いをして。でも、なんか良くないのは、あれ100万円がギリギリ当たって、で、その次の問題で落ちてれば、まあ100万円だっていう感じするんだけど、500万でしかも、落ち着けば分かったかもしれない問題で100万円だと、ミリオネア出たおかげで400万取られたような気持ちになるのはおかしいよね。あれ別に俺は金を持ってる金をなんかミノのプレッシャーで取られたんじゃねえかっていう帰り道も絶対嬉しいはずじゃん。そんな濡れ手で泡の100万円もらってね、それが嬉しいはずなのに、ああもうあの時ミノのプレッシャーかけなかったな。お前近くで見てないか知らないでしょ。ファイナルアンサー？それこそサーの口の中から小さいミノが覗いてんだよ。4人見てるわけよ。それでいてなんかものすごいやらしい顔するんですよ。それをカメラが回ってくるとパクッと口に結ぶんですよ。何度もやってますから。あともう俺がすっごい一生懸命考えてる時にこれでふっと考えると目線って落ちてくじゃんか。そうするとミノさんのこう足元が見えるじゃんか。したらズボンじゃなくて肌に直接ペイントしたんだよ、あの服。できっちりピッしっかり左側に玉金を貼り付けてるから、わかんないだけで。あれテレビだと結構服に見えるでしょ。
びっくりするから、あの変な、この間の時は黒かなんかのちょっとかっこいい背広してるんだけど、背広じゃないのよ、あれ背広の絵を描いてて、でたまに俺に見える角度の乳首だけ塗料を剥がしたりするわけよ。もう考えらんないの、もうそうなっちゃうと。伊集院、どうやってもあれは3000万円もらってるはずだろ、お前の今まで貯めてきた無駄な知識はなんだよって思うかもしれないけど、そんなことされてみな。わかん、水にはしびれ薬が入ってるわさ、ボタンは3回に1回ものすごい電流が流れるようになってるわさ、あんなに妨害されたらね、100万円が限界ですよ。で、まあまあまあ、あの、わかりました。これもまた一応ね、あの、この会議という名前の無駄話をやって決まったことですから、そのうちの、まあ、いくらかを、ラスベガスで、ドンとかけると。でいて、以前、田村ディレクターと、アンタッチャブル山崎が、韓国に行った時に、かなり、カリッカリになって帰ってきてましたから。あとちょっと力を入れるとクルトンになるぐらいの行った時はパンで行ったんですけれども、あ、もうクルトンになってるっていうぐらいのカリカリで帰ってきましたから、カリカリマンでしたから帰ってきましたから、あの、私もなんかそのシステムをやってみようかみたいな話になりまして、で今その、あの、伊集院さんは、あの、今録音じゃない、ザ・リアル伊集院さんはラスベガスにいる日なんですよ今日は。だからそこで、あの、自主的にですよ、ここ難しいですから、年明け早々またなんか番組審議委員会みたいなところに行くの、うわ、もう去年のことは忘れないと、去年だから、去年だから、あの、ですから、僕が自主的にそのお金をかけたいって言い出したってことですよね。で、かけたい。で、それに関してファックスでアドバイスをいただきたいっていう、参考にするかどうか僕の自由なんだけど、アドバイスをいただきたいっていうことで、今からファックスを募りたいと思いますが、000と1から36、もしくは赤、黒、ね、それから奇数、偶数、などのですね、中で、あなたのお好きな数字をですね、と、その理由、あなたがついてると思う数字と理由を書いて、ファックスを送ってください。ね、今回言っときます。昨日の主因回数だけはダメです。そんなものにね、お金をかけるわけにはいかないですから、どんどん送ってください。ファックス番号、東京0355629540、東京0355629540、その中からこれはいいというのを、まあ、AD の、座禅でもう足が群青色になっている血が通わなくて、柳沢くんが僕の住んでるホテルの方に、転送してくれて、で、後ほどこう電話回線がこれうまくつながればです。まだわかりません。誰もスタッフついてってませんから、今回。僕だけですから。電話回線をつなげて、まあ、ちょっと、その、みんなありがとうアドバイスしてくれて、なんつって、ルーレットに行ってみようかな、なんて企画になってます。で、額面なんですけど、額面なんですけどね、これすごい、リアルな話していい？もうね、あの、ミリオネア出るじゃないですか、出たっていうだけで、あの、割と、あの、出たんだって。で、噂では、取ったらしいじゃん、みたいになるんですよ。で、そうすると、もう、妖怪根付けに入ってるやつみたいな表情でみんなが、じゃあ、ここは伊集院くんのおごりだね、みたいな話もいっぱい出てて、かなり支出が出てることと、あと、うちは、その、嫁さんがかなり持ってく、半分持ってく決まりなんですよ、そのクイズの賞金とか。残りがかなり少ないんですけども、7円という形でですね、こら、ラッキーセブン、じゃ、末広がりの8円ということでいきますか。10万という形でですね、まだですか。田村ディレクター、ね、あなたもわかるでしょ、そのギャンブルで10万をするっていうことは家庭にどんな影響を与えるかっていうのはね、お正月何をしなきゃいけないか、田村さんが今、田村ディレクターが奥さんに何をしなきゃいけないかっていうことを考えても分かるわけですよ。じゃあ20行かせてもらいます。20行きます。20をあなたのアドバイスに従ってかけます。増えても僕のもんですよ、それは。もう、俺今妖怪熱拳に入ってた。ね、今妖怪熱拳の中に入ってた。だから、これが難しいんだよね。この増えたやつをリスナー還元するっていうと、そのいわゆるダフ行為みたいになっちゃうんですよ。なんか よくわかんないけど、飲み行為みたいになるから、それは後々また考えるとして、基本的には、あの、前と同じシステムですよ。だから、お尻コインを、あの、増やしてくれた人には、たくさん渡すっていう。
そういう形で、まあ、まあ増やしてくれた人というか当てた人はたくさん渡すっていう形にしていけばこれでいいということで、あれ俺変なこと言ってない今変なこと言ってないおかしくない俺なんか、東京0355629540、東京0355629540ね、あぶく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 あぶく銭ですからね、あぶく銭ですからね、伊集院光る深夜の普通にガラス窓の割れた雷さんの家の、だけだとお手つきですからね、ちゃんと盆栽の角っこのところに出ろっていうやつと、その札のこう右下のところに雷さんの手だけは一応書いてある札取らないとダメですよ、の中でね。くれ話で、恒例の忘年会ですよ。ね。一応タレント業を私営んでおりますので、こう、各番組の忘年会に顔を出さなければいけないっていう立場なんですが、一件しか呼ばれないという、これまたどうしたことかっていう今、くれだったわけなんですけど、その一件が、毎年恒例であります、私出ております、ゲームウェーブ。ね、テレビ東京系の忘年会だったんですけれども、あのね、あのとにかくクレイジー忘年会なんですよ、いつもあのね忘年会のことが忘れられないですよ、逆に言うとあの忘年会のインパクトでその1年何あったのかは大体わからなくなりますから、あの忘年会って意味で合ってるんですけれども、向こう1年間その忘年会のことが頭にこびりついてなんかこうブルってくる感じ昨年って言いますか、昨年って言いますか、まあ、2000年の忘年会の時には、50インチのプロジェクターのあるカラオケボックスでですね、ブルーハーツの音楽に、火がついてしまった AD が、50インチのプロジェクターの中の世界に飛び込もうとしてですね、プロジェクターがですね、全く何も映らない状況になるといったようなですね、いろんなパニックあったんですけども、今回はそれに輪をかけて、去年は出てなかったんですけど、今年この2001年のゲームウェーブの中の当たり企画に、ブッチャーブラザーズのブッチャーさんっていう、もうフル株の芸人さんが、だってね、もう景気でそのコントの中とか、そのお笑いやってる中では、そのブッチャーさんの頭とかを革靴でぶん殴ったりしてますけど、僕も何発もやってますけど、俺中学校で土曜日早く帰ってくるともうテレビ出てましたからね、ブッチャーさんね。そのブッチャーさんが入って、またブッチャーさんは古いタイプの芸人さんなんですよ。でいて、あの酒をかなり飲む人なんで、あの一応予想としてはブッチャーさん来たら荒れるっていう予想だったんですよ。ものすごい最初の予想はすごい立ってたんですけれども、なんかね、全部話ないから始まるから、まず1次会に選んだところが、なんかこう割と新しめに入ってきたスタッフがシャレッケのあるところを選んだのよ。なんかシャレッケっていうか、いわゆる東京ウォーカーで人気爆発っていう感じのね、そのなんつったのかな、お店なんだけど遊び心のあるお店なんですよ。なんか入ると、あの店全体がなんつうの、牢屋みたいになってるんですよ、お店全体が。で、入り口のところで、なんか、あの、ポリスの格好をした店員の お姉さんが、一番前に入ってきたその団体客の手に、手錠をかけて、で、そのまま連行するって言って連れていくと、一個一個の部屋が鉄格子で区切られてて、その中に全員入れられて、店員さんは、そのポリスの、いわゆるミニスカポリスっぽいポリスの格好をしてる人と、それからあと、いわゆる横島の、囚人服みたいなのを着てる店員さんばっかりみたいな状況になるわけですよ。で、いてなんかこう、薄暗いところで、薄暗いこう、なんか、石垣でできた昔の映画に出てくるような牢屋風の雰囲気になってる居酒屋っていう感じのところなんですよ。で、いて、そこがまたすごい大混雑してて、みんなで8時集合になってて、8時に行ったら、そこで15分ぐらい待たされたのが表でみんな。でいて、それちょっとまた不機嫌になったりするわけで、もう、ブッチャーさんも、早く、その、何、ランチ期に突入したい状況だから、そこで15、後で聞いたらよ、後で裸になるために、ヒョウ柄のティーバッグを、すでにその時点で装着してきてますから、セレモニー前にもう装着して、ブッチャーさんは後に分かることなんですけども、装着して待ってますから、それ15分っていうの。
お前がここで15分俺を待たせると、このティーバッグを15分見せられないってことだろうってことで、ブッチさんかなり怒ってるんですよ。で、それからあと、他のそのスタッフとかもどうなってるんですか、予約したのに、とか、どんどん次々と、その偉い人とかも来るわけですよ。テレビ局のプロデューサークラスとかも来るわけですよ。で、そんな中で、もうちょっとそこの前にいた店員さんと、ちゃんとね、こっちはそっちが時間守ってくれって言って来てて、その時間をしてるの何なのって揉めてるところに、また全然そんなにマニュアル通りでパニックになっちゃってる店員さんが、それ一番怒ってるプロデューサーに手錠かけちゃってるんだよ、もう。なんでお前が怒られてんのに俺手錠かけられてんだよみたいなところから入ってんのにして入ってしたら、これが今度その選んだ側のミスなんだけど、大きい個室、宴会できる個室、50人ぐらい入れる個室を頼んだつもりが、その個室が壁で仕切られてるんじゃなくて鉄格子で仕切られてるから、隣の普通の大学生と合コンと全く同じ会場にいると一緒なわけよ。っていうことは、そこはある程度分別がまだあった頃のブッチャーさんですから後になくなりますよ、後になくなりますけども、その頃はまだブッチャーさんでしたから、ブッチャー銃ではなかった頃のブッチャービーストではなかった頃のあのブッチャーさんですから、あ、これはまずいなって話になって、だからこれもう大騒ぎできないからって話になって、じゃあしょうがないから、これは 0.5 次会っていう形にして、いわゆるセレモニー的な今年1年お疲れ様でしたみたいのをここでやって、次場所また借り直して2次会の手前に1次会みたいなやりましょうみたいな、なんかまずめんどくさいのになって、で次でかいカラオケボックスに行ったのよ。行くなりブッチャービーストがあのあれですよ、デビルマンよろしく服を全部脱ぎ捨てたんですよ。まず 0.5 次会でかなり飲んではいたんですけども、お店入ってバタンってドアが閉まるなり、30人ぐらいスタッフいましたから、中でいきなりブッチャービーストがすっぱだかになって、5秒前までが酔い 30% とするならば、190% 臨界点超えた酔いを始めたんですよ。で、全部すっぱだかになって、したら見たら、もう完全なティーバッグなんですよ。で、そのティーバッグも、多分店に入る前に一回トイレに寄ってチェックしてきてるんだと思うんですけど、前の部分あるでしょ、ティーってなってる前の部分の細いところから、両サイドに均等に玉金が出てるんですよ。これで、縦棒の位置にきちんとチンチンがこうやって収まってるんですよ。だって、ブッチャーさんのすごいとこは、そういう時に脱ぎに失礼がないように、43の時に包茎手術してますからね。皆さんに失礼がないように。ほれでもうブッチャーさん飛ばしまくって、うわー騒いで、みんな、ブッチャーさんが脱ぐってことは、若手の芸人、そのアンタッチャブルの山田とか、それからブッチャーさんが連れてきてる鳥人間っていう、本当に23、4歳のお笑いのやつとか、あと AD 連中とか、もうブッチャーさん一人はその状態になっちゃって、脱ぐしかないから、AD さんなんかほとんど飲んでない状態なのに、全員脱いで、で、いきなりもうブッチャーさんが、またカラオケの操作が早い。あの、カラオケの前でティーバッグで背中を丸めてるブッチャーさんを見ると、とても芸歴25年生には見えないんですよ、これ。ほんでそのブッチャーさん、カラオケパンパンパンって出たら、もうモーニング娘。ラブマシーンがかかってるんですよ。それで全員で大騒ぎで、ぐわーすっぱだかで踊って、すっぱだかで踊って、もうモーニング娘。のラブマシーン、ラブマシーンって言った頃に最初の注文が取りに来られてる感じなんだから。で、その地獄絵図で大騒ぎして、だからやっぱ夜年並みには勝てねえなと思ったのが、もう30分間ぐらいノンストップでワンワン歌って踊ったところで、ブッチャーさん、スイッチ切れたみたいにカクって寝ちゃったのよ。クークー寝ちゃって、ブッチャーさんよかった、寝てくれた、みたいな話になって、あ、そう、寝る前にすごかったのが、なんかこう、すっぱだかになって、とにかく踊れなんつってやって、そのアンタッチャブルの山とかが踊って、で、山も踊り出すと止まらないから、うわー踊って、なんて言ったら、あれなんつったらいいのか、何倒立っていうのかな。三点倒立ではないな。まず、仰向けに寝ます。で、体だけを起こします。要するに L 字型になりますよね。なったら、両手を背中の方につきます。両手をつきます。両手地面について、それで体を支えます。それでそのまま、両足を V 字で前にバーって出した形で、みんなに肛門を見せるっていう、肛門のチェックの方をお願いするっていうような踊りを始めたんですけど、で、それが、またヤマとその相方の柴田のあうんの呼吸で2つ V がダブルやーっていう感じになってるわけよ。それにブッチャーさんがまた踊りながら近づいてってタバスコの瓶を肛門にブスーって入れるようなことやってんですよ。体の中が熱いっていうセリフを初めて聞きましたから。
で、そうなった直後にぶっちゃって寝ちゃってんですよ、まだ無責任に。で、こうやって寝ちゃって、夜閉じ目寝ちゃって、で、ちょっと落ち着いたなみたいな話になって、で、みんなもこうやってもう一回服着て、で、今年はこういうこともっとやりたかったねとか、来年はもっと番組弾けさせようね、みたいな話をずっとこうやって普通にしんみりとし始めたわけ。で、しんみりタイムあって1時間ぐらい経ったら、ぶっちゃさんがパッて起き上がって夢うつなのよ。したら、ぶっちゃさんも酔いが違うところに回ったらしくて、みんなの雰囲気も察知して、俺歌歌っていいかなって言い出して、でしたらぶっちゃさん何歌うんですかって言ったら、俺酒と涙と男と女が歌いたいんだって言って、で言って僕は番号入れてプッて言ったらマイク持って、なんかこう結構いい感じの雰囲気でぶっちゃさんが歌い出して、ものすっごいうまいの、びっくりするぐらいうまい。忘れてしまいたいことやみたいな歌い方なのよ、もうなんか。だけどティーバッグから金玉出てんのよ、それ。なんだかもう分かんない地獄絵図になってんのよ。そうだち。ミスコン2001特別編、乾きみこさんに冠をあげよう。というわけでスタジオにはこの方に来ていただきました、乾きみこさんです。よろしくお願いします。こんばんは。まあ、ちょっとあれですよね、はい、フードバトルで一緒になすときに、はい、これコーナーがあるんだなんていう、ある意味このミスコンのコーナーっていうのは、はい、いろんな女性タレントに、はい、こういろんなミスの称号を上げていこうっていうコーナーで、乾さんもレギュラーそれは喜んでいいことですか。もう当たり前じゃないですか。だってね、ぶっちゃけた話ね、はい、タレントは本当にそうであろうが、うん、そうじゃなかろうが、うん、なんか冠ついてる方が仕事しやすいでしょ。そうですよ ね。さんま御殿一つ出たところで、なんかお前太っとんなっていう話からの方が絶対転がる、ね、フックがね。私ないんですよ、そういうのが。伊集院さんといえばゲームが強いとかあるでしょ、クソデブとかキャラとかね、あるでしょ。私何もないんで、そこなんですよ。うん、だから皆さん考えるの難しいんじゃないかなと思ったんですけど、ね、でもね、逆にまだ何もついてない分、かなりいろんな今の過去のミスにはノミネートされまして、はい、まずはですね、はい、初回のミス野犬、これは野犬の群れがですね、はい、何もこっちは言ってないのにひれ伏しそう。ぐー犬君が大ピンチと思ったら、こっち側どうしようと思ってるのに、クーンみんなすり寄る感じっていうの。あ、いいですね。これはでもトップ取れなかったんですよ。そうなんですか。トップ小川紀子さんが。小川紀子さんは睨みもしないんだけど、何かただごとじゃない感じを野犬のみ、なんかわかりますね、感じ取るっていう。そうか、残念。あとはですね、これどうなん、本人はどうなんですか。これあくまでしそうな女性タレントなんですけど、確かね、ミスホタルにもノミネートされてましたね。ホタルなんか爽やかなイメージじゃないですか。これ爽やかなんですよ、映画のホタルの墓で妹が死ぬシーンで大あくびをしてそうな女性タレントっていう、エビさんみたいじゃないですか、キャラ的にはね。違いますよ、そんな。泣きますか、あれは。泣きますよ。なんかドロップのふりしてこう、石を噛んでたりするところを、石なのにそれないです。泣きますよ。泣きます。私はもうちゃんとディズニーとかでもう確実に泣くタイプなので。ああ、そうですか。そうですよ。これ松野明美さんが輝きましたんで、またこれも撮っては安心してください。これ撮っていませんから。よかった。大丈夫ですね。危ない。私なんかでも全部2位とかばっかりですね。そうなんですよ。結構で、結構ハガキでは来てるんだけど読まれてなかったりです、とかですね。ミスワンダフルね。次回のワンダフルの司会になりそうな。それはいいですね。選ばれたかったでしょ。選ばれたかったですね。裏の裏を書いて原千秋復帰っていうのが1位だった。残念。でそんな中で、今回募集は、はい、乾さんに、はい、こういう冠をあげたい、あげるとしたら何ですかっていうのを募りました。はい、すいません。でも全部その冠をあげますんで。やった。受け取って帰っていただきたいんですけども。じゃあですね、まずはですね、はい、ですね。笑って、これいきますかね。本人がやってるかどうかじゃないですよ、はい、やりそうなイメージの問題ですよ、はい、ペンネームアイスマン、はい、修学旅行のバスで、うん、突然気持ち悪くなってしまうも、うん、毅然とした態度でエチケット袋に戻し、きちんと落ち着いて封をしてから堂々と、で昨日のベスト10の話なんだけどさ、と話題に戻れそうなタレント、ミスリバースに選ばれました。ミスリバース、要するにバス酔いとして気持ち悪いとかみんなに迷惑かけないんですよ、ちょっと待ってくれるって言って、ゲロ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 きっちり封して、ガイドさんすいません吐きました、ごめん何の話だっけ、ベスト10っていう、これはすっごい上品な、それ気ぐらい高いですよね。
そうですね、ちょっと弱みは人に見せたくないっていうところは過度に感じられますから周りはちょっと引きますよね。犬井さんそうまでしてそれ帰って話題止まるよねっていう、苦しいなら言えばいいじゃんになるんですけど、あ逆にあの他のタレントさんご推薦いただくと、はい、これ逆にあの自分がもらわなくていいみたいな形になりますけど、あそうか、そうですね、これはねゲロッケー、それでももらったところでどうしたらいいのか、いやもらった場合は、だから例えばこういうゲロの特番とかがあった時に必ずないでしょ、あの犬井さんがないでしょ、トナイトのオート特集とかの時にちょこんと座っててもみんな細かいことなく急に聞けるっていう、だから枠としても山本慎也監督側に、そして、オートといえばこの方ですね、犬井さんですっていう形で、なるほど、いきなり前置きとか なんかなくていいんですよ、修学旅行にとか言わなくてよくて、いやでもさっきの V はすっごい吐きっぷりですよねみたいなので全然、あいいですね、もらっときます、いやそうでもなんかねあんまりしっくりこないんですよね、誰かまずちょっと、といいのは、もしかしたらあの子体は弱いんじゃないかなっていうイメージあるわけですよ、女の子ちょっと得するイメージじゃないですか、バス酔いはどうですか、バス酔い全然しないんですよ、なんかあんまゲロを吐いた経験がないので、これ近鉄バスあたりからタイアップの仕事来る話ですよこれ、残念、あげられませんそれは、あげられません、開かないんじゃ、残念すいません、 CM1 本なくなりましたわ、あー残念、じゃあ続いてはですね、はい、続いてはですね、はい、イメージですよ、はい、イメージ、ペンネームコロンブスの味付け煮卵さん、はい、ミスフリーマーケット、はい、犬井さんには、はい、フリーマーケットに、出店、はい、結構センスのいい古着屋、お小説に混じってでかい木彫りの弾痕を出品、でも別にしれっとしていてそうな女性タレント、これ周りからするとすっごい違和感あるんですよ、木目のやつだから でかいっつってもでも50センチぐらいのすごい秘宝館の中でも3年に1回売れるかどうかのやつなんですよ、それで出てこう割とこうライフスタイル系で、あ結構この古着いいじゃん、派手すぎずあの地味すぎずいいねとか選んで、ちょっともうみんな通るって思うようなのが置いてある、それもなんかいらなくなって売るんじゃなくて、うん、なんて言うんだろう、いっぱいあるからこれ1個出しちゃえみたいなその会社が僕にはなかったですねいらなくないんですよ、いっぱいあるから、いっぱいあるから、もっと大きいのがあるからバカじゃねえの、あんたバカじゃねえの、間違った方に広げてんじゃねえの、ね、これだけどちょっと嬉しいのは、この彼の中では、うん、この辺までセンスのいい人だっていうのは持ってるんだよね、いいじゃないですか、だけどそのまままっすぐ行かない感じ、多分ねこの前半のフリーマーケットにおしゃれな小説とか古着をかえって私のこうおしゃれ感を損なうようなも出しちゃいけないみたいに並べてるのは多分渡辺満里奈とかそうだと思う、あーなるほどね、隙のあるもの一個も入れないと思うんですよ、会員番号の歌の CD とか絶対入れないと思うんですよ、あんのにいっぱいあんのに絶対出さない感じするんですよ、でもなんかわかんないけどチャキとか出してね、台湾入門編みたいな、私入門編はもう終わってるんでみたいな感じでしょで、ここにこの木彫りの弾痕が、ね、でしかもしれっとしてるんですよ、並列なんですね、だから嫌がらせとかじゃなくて自分の中では普通にいらないもん全部出したらこうなりましたよっていう感じっていうのなんですけどこれも結構言い当ててますねちょっと待って、言い当ててるのはすごく難しい、言い当ててるのは今までその木彫りの弾痕を出品したことがあるのかどうかじゃなくてしかねないなと、しかねない、初めてだからちょっと思いましたね、フリマ経験とか、フリマやりましたね、昔洋服とかいっぱい出して、その時はどんな秘宝館グッズを私でもあれですよ、伊集院さんの陰毛で作った筆の腕下ろししたんですよ、そうですよ、ミス陰毛持ってんじゃないですか、もう陰毛、あのね筆はうちにないんですけど、筆はねあのリスナープレゼントだった、プレゼントだったんだ、そうだそうだそうだ、そう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 、そう、あの大デカのイベントで、そうですよ、電気と伊集院さんでファミスタの対決かなんかをやって、伊集院さんが負けて罰ゲームで筆を作って、その筆下ろしをするギャル募集とか言ってラジオでやってて、私その時高校生で選ばれて、本当にリスナー、リスナーですよ、
リスナーで普通にハガキで応募して。気持ち悪い気持ち悪いですよ。ごめんなさい、ごめんなさい、気持ち悪い。来ました来ました。本当すいません。あの子さ、ニュースステーションとかで結構お茶の間的にはインテリジェンス高いみたいなキャラだったのに、陰謀部チンゲフテっていう名前だったのよあれ。まあ不潔も、ごめんなさい、信じられない。本当ごめんなさい、本当ごめんなさい。生まれ変わります今年から。あれを電気かなんかに、はい、そういやさ、あのチンゲフテの筆下ろししたのってさ、乾きみこだったよなって話をされて、それ後から思い出してるから、はい、もうゲストかなんかで来た人に嫌がらせで、いや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 、立候補立候補出たっていうかさ、そっちをずっと攻め続けたいのも半分あるんだけど、俺自分のやった書道がすげえ恥ずかしくて作ったのは誰だ、作ったので足んなくてな。今もなんかその陰謀でそのチンゲで筆作るっていうのをノリで言ったら、そしたら赤ちゃんの最初の髪の毛で筆を作るっていうのがあって、そのすごい職人さんが引き受けてくれたんだけど、その人に頼むのはすごい時間かかるような人なのよ、赤ちゃんのその最初の毛のやつで。で、赤ちゃんの毛っていうのは一回も切ってないから、先がこのシュッとしてるっていうか、こう、髪の毛なんだけど、先がシュッとしていい筆になるらしいよね。で、それに陰謀頼んだら、電話がかかってきたって、すっげえ怒ってるっていう話になって、なんで怒ってんのかと思ったら、毛が足んねえって話じゃん。約束の本数ねえっていう話で。怒るとこ違う。それでその時もあれもうみんなでリスナーのみんなでボゲなボゲみんなでボキンならぬボチンゲですよ、ボチンゲだって。その筆下ろしを、筆下ろしありますよ。じゃあこれに関してはもう拒否権がないですね、ミスフリマは。これ本当ごめんなさい。だからこれもうフリーマーケットのスペシャルとかの時にはもうミスフリマっていう風に事務所のプロフィールに書いておけばいいですから、ああいいですね。じゃあなんかフリマ本とか出して、で全然できます。大儲けですよ。そう本当ですか。ライフスタイル派にうまくこう上手に。なるほどなるほど。そうじゃあ続いてなんですけどね、はい、何かな、言われがないやつがいいよな。見ててね、見てねえだろそれっていう。うん、これいこうかな。これですね。はい、ペネームポリさん。はい、子供の頃、学級委員選挙で他のクラスメートから推薦され、うん、嫌な下、嫌な顔をしたにもかかわらず、うん、得票数の少なさを一学期間引きずっていく、同じ選挙レント。ミス選挙ですよ。ミス選挙。僕はこれあの個人的にとこの辺りあるなと思って今選びましたけどね。もう嫌だ。なりたいわけじゃないでしょ。学級委員はぜひなりたくないでしょ。そうそうそう。で推薦された時の嫌な顔も半分本当でしょ。もうすごい、これうまい。でもまさか4位はねえだろと、6票ってなんだよそれみたいな変なプライドがね、変なプライド、意識過剰でね、すごい。うわなんか嫌だなこの子。これちょっとね読まれてるとこあるんですよ。ここはリスナー怖いよ。怖いです。なんでわかるの。だって私絶対バレてないと思ってたのに。ペンネーム日本海教習さんも似た感じのイメージで、はい、学芸会の劇シンデレラで、うん、舞踏会の客 C あたりを無難にこなしながら、うん、主役のシンデレラの演技に、うん、そりゃねえだろ、それはない心の中のみでダメ出しをしてそうな女性タレント、ミス助演女優、これ入ってるんですけど、なんでわかるんですか。いやあの僕はねこの匂いを前に一回取材でこの番組に来てくれたことがあって、はいはい、ライターとして来てくれたことがあって、日経エンターテインメントで、その時に話してる時に、はい、惜しいなっていう、ブサイクだったらスタッフになってもらいたいと思った。あ中途半端なんですよね。いやこういう時こう一番苦手なのが、はい、そんなことないよ綺麗だよって言われた後の切り返しすごい苦手でしょ。ずっといろんな人のなんかこう、あいつ自分綺麗だと思ってんじゃねえのって言われるのか、逆にかえって謙遜気持ち悪いなって言われるのか、うーん結構だからみんなが帰ってきてる以上に意外にこの番組にいてもおかしくないキャラで、あのいわゆるこの俺たちその童貞気質って呼んでるんですけど、はい、いろいろ気を回しすぎたものが被害妄想になって回ってきた時に処理できなくなってばっていうタイプで、すごいですね。私はなんかね自分でこの、はい、私のパブリックイメージっていうのはこのなんか善良なね、はい、なんかすくすくと育った、うん、もうむしろなんですよね、菊川怜みたいなジャンルだと思ってたんですよ。この番組向けなんですけれども、向けなんですけれども、多分ガラスの向こうでマネージャーさんもハラハラする発言だと思いますんで、はい、いやでもねよいよいよそっちも分かん選ばれてないハガキの中にはそっちのパブリックイメージの方がすっごいあるんです、いわゆる学級委員タイプであって、はい、ただそれ一ひねりの学級委員選挙に立候補されて
で嫌なんだけれどもみたいなところに来るとあうまいなっていう感じ。うまい、すごいうまい。もうなんでバレてんのか今日ちょっとびっくりですよ。いやみんな思うんだよ、ね、いいところの育ちのお嬢ちゃんで、うん、割とわかんないけどそういうのその何世のもんもん別々とした男子のことなんて考えもしないで育ってるイメージ、ね、まさか伊集院光の番組聞いてたイメージとかないんなんで思春期しくじったって知ってんですかみんな。なんとなく感じるんでしょ匂い出ちゃいました。あそこ間違ったっていう、あそこ素直にクロスブー入ってりゃいいのにみたいなところな、それに照れをなんで感じたのかわかんねえみたいのは多分なんかすごいキャッチー。ほんとなんでだろうな、そういうの格闘格闘としてやってんですけどね。カムアドさんはどこでしくじったと思われるの。それはどこで普通に、これはもう、うん、あのリアクションはいいです。普通にその面構えでそんな感じだったら、本来は普通の楽しい女子高生ライフのはずなんですよ。そうなんですよ。僕があなたの面をもらったんですよ。ね、あなたとこう心が入れ替わってたら、おそらく今頃商社マンになってますね。世界の海をまたにかけてね、全世界の秘宝館を回ってもう、秘宝館じゃん、まだ。これ曲がってますもんね。想像がつかないんですけど、何が自分のと普通の暮らしと、あ、私なんかちょっと浮いたなと思った瞬間で何？いや全く気づいてないんですけど、気づいたらこうなってたんですよね。いや本当わかんないんですよね。え、一応ラジオ聞いてくれた話したけど、はい、学生時代とかラジオ聞いてた時代に聞いて、はい、誰とかラジオですか、うん、ラジオ伊集院さんとあと電気ときっとダメでしょなんで FM 派が一つもねえじゃん。なんで山本周とか聞けよ周だろこれ。いやいやいや、それで今現在もう高田文夫さんってやってんだもんね。そうなんですよ、ビバリー。あそこで一緒にビバリーできるっていうことはそれはまっすぐに育った人じゃないわいやもう本当不思議ですよ、やり直したいですよ。いや今日はミスの他に、はいはい、あなたに名誉童貞を差し上げますって。これはビルゲイツに続いて2人目女性初名誉童貞2人目ですよ。ごめんなさい、いらないんですけど、これ今回このハガキだけにしようと思ったけどトロフィー送りつけような今トロフィーブームなの、いろんなトロフィー作っちゃ送ってるんで名誉童貞のタッインゴット、インゴットをお送りしよう。ごめんなさい、いらないです。いやいや振り回り出すのだけやめてください。びっくりしますから、おい、なんでこれみたいな感じになりますから。いやー、ちょっとありがたいとこ聞かせていただきましたね。すいません。ちょっと血を入れ替えます。いや、無理ですよ。蝕まれてますから、ずっと。それはね、もう絶対抜けない。もうなんかうまく頃合いを、こう折り合いをつけて生きていくしかないですからね。なるほど。ごまかしごまかし。落合以上の冠をいっぱいつけて帰ることになりましたけれども。ありがとうございました。というわけでですね、今日のゲストはですね、乾きみこさんに来ていただきました。どうもありがとうございました。The best of ダメ人間だもの。対戦ゲームの最中にポロリと出てしまった相手の悪口、そして沈黙。ダメ人間だもの。しれんこん、うめえな。
からさ、彼女かからしれんこのどっちか取れって言われたら、からしれんこん取るな。まあ実際そうなった時考えるけど、ダメ人間だもの。自分の面を取ってまで僕らを笑わせてくれる先生が放課後。絶対そうだよな。だってさ、まさかカツラ取ってるの笑わんと思われ。なんであんなことすんの、あの先生。なかなか自分のカツラ取っては人を笑わせられないぜ。すごいでしょ。あの先生多分さ、笑いに命かけてんだ。かけてるな。すごいよな。珍しいよ、あの先生。でもさ、村上先生ってあんなに普段明るいじゃん。なあ、悩みとかないのかな。いや、ないでしょ。そうだよな。絶対ないでしょ、あれ。だから逆におかしいよな。俺来年は村上先生のクラスになりてえな。俺もなあ。村泣いていた。ダメ人間だもの。うわあ、ごめんなさい、ごめんなさい。いや、許してくださいよ、もう本当に。ごめんなさい、ごめんなさい。どうもすみません。本当にごめん。夢か。誰が謝るか、誰が謝るか、バカ。悪くないじゃん、俺。ねえ、ねえ。ダメ人間だもの。ふざけんじゃねえぞこの野郎、はい、お前よ、はい、すいません、この責任どう取んだよ。いや、すいません、すいませんじゃねえよお前よ。何突っ立ってんだよ。はい、突っ立ってんじゃねえよお前。土下座だろ、はい、土下座、はい、すいませんでした。すいませんじゃねえっつったらもっと地面につけよ。土下座はしているが、はい、すいませんでした。顔は猪木のモノマネ。すいませんでした。なんで顔見てんだよお前。地面に顔つけろっつってんだろ、はい、お前よ。本当すいませんでした。俺が気が済むまでだよ。はい、すいません、すいませんでした。足んねえよ、まだ足んねえよお前よ。すいません、ほんとすいませんでした。ちゃんと謝る気持ちあんのかよ。はい、どうも、すいませんでした、すいませんでした、すいません、すいませんでした。本当にすいませんでした。すいません、ほんとすいません、ほんと許してください。すいません、ごめんなさい、ほんとすいませんでした。すいません。ダメ人間だもの。喋った。
ダメ人間だもの。下校中、結局あのうんこパンツ誰のだったんだろうな、という山本くんの問いかけに意外にさ広瀬だったりしてね広瀬と爆笑しながら答える。あいつだろ多分、ノーパンの俺困ってた顔してたもんなあいつだ絶対ダメ人間だもの。主演中、腰がやってきた。というわけで、ベストオブダメ人間なもの、今回はですね、こうちょっと想像できる情景を、作ってみたりしたんですけどね。僕的に気に入ってるのはですね、自分のズラを取ってまでですね、僕たちを笑わせてくれた先生が放課後教室で一人泣いていた、尋常な泣き方じゃなかったですから、これちゃん空気小宮さんですね、改めて100お尻送らせていただきます。対戦ゲームの最中に悪口が、ペンネーム主任運転士からしれんこん、うめえなあ、からしれんこんすごい食いたくなりますから、あのまま CM にしてほしいぐらいですけどね。ペンネーム慎太郎さん。そして、夢の中だけで猛烈謝ってた福岡県の、半月板損傷ニードロップさん。エロ本が喋った、この方は、吉川さん。結局あのうんこパンツは誰のだったんだろうな、なんていう。ペンネーム七癖さん。そして土下座をしているが顔は猪木のものまで本当にすいませんでした。ペンネーム仙台木西口中郷さん。そして、最後の、主演中みこしがやってきたがですね、ペンネームまげまげさんですが、他にもね、あの結構面白いいっぱいあったんですけどね、僕一応その割と好きなのが相模原ペンネーム日本のブラジル76風さんですね。ダメ人間だもの。ノートン先生、お願いです。もう一度あの子に会わせてください。必死ですよ、もう。昔ウェブから落としてきたやつですから、もうないんですよ、ノートン先生に頼む方が。復旧できないんですよ。一応そのですね、未来系とか呼んでるんですけど、未来派のダメ人間は、埼玉県、要するにこう最近のテクノロジーが入ってるダメ人間なんですけど、埼玉県の、ペンネームなし、足立 ADSL にしたら確かに早くなったけど、おっぱいが見えるまでのあの時間を失ったのは寂しいかな。これね、いいですよね。未来光ファイバーとかになったらね、もう今の世代おっさんになるとそう言うようになるんですよ。俺が未だにエロカセットが好きって言ってる気持ちが分かるようになるわけですよ皆さんね。あとはですね、最近読まれたやつですけど、埼玉県ペンネームのの、ダメ人間なもの、この大空に誓う、俺は大成しない。すごい好きですよ今頃ね。伊集院光るザリアルもグランドキャニオンにもう一度誓ってこいって話ですね。もう一度誓っててほしいですね。あとはそうですね、まあ、こうやって母シリーズとかもいいんですけど、
やっぱりね、なんかね、こう共有体験のやついいですね。かなり古いのだとで言うとね、これはもう去年の10月じゃないかな。19歳、茨城県、ペンネームなし、深夜。ダメ人間だもの。エロビデオコーナーで脚立に登る。落ち着いた感じ大好きですね。まあダメ人間だもの終了してしまいましたけどもね、またぜひですね、新コーナーをですね、このテイストをふんだんに使った新コーナーを始めたいと思います。ほんではここで CM です。正月怪獣ラスベガスへ行く。ラジオの前の皆さん、そして今ラスベガスのホテルにいる伊集院さん、ついにこのコーナーがやってまいりました。まあ、順調に行っていればですよ、まだ誰にも予想はつきませんが、まあ、この伊集院光さんはですね、今この時間リアルタイムにラスベガスのホテルの中にプライベート、ここ大事、プライベートで、今行ってるわけですよ。で行って、まあこういう企画が行われてることは覚えてると思いますから、スタンバってると思うんですよ。でこの後電話をつないで、順調に行っていれば皆さんからいただいたファックスの中から面白かったものを AD の柳沢くんがそこに渡しています。で、伊集院さんが出てきて、自分の持っている、あぶく銭のうち、あぶく銭っつったってよ、頑張ったさ、俺2人いる今。20万ウォンですよ。ビッグ、アメリカにいますんで、20万円ですよ。20万ドルはねえですから。20万円を、まあ、皆さんの多分アドバイスに従ってかけるんでしょうな。でいて、大金持ちになるかもしれないという企画です。この後、要するにスタッフとか誰もついてていませんし、どうなってるかがわからないので、曲をかけます。で、曲の間に、もし伊集院さん順調に行っていれば、生電話で出てきます。順調に行ってないと、延々と曲が5分ぐらいかかるだけで、お察しいただきたいという、もしくは心配していただきたいという状況ですね。それではですね、曲の方をかけてみたいと思います。作詞、美人秘書、杉下レイミ、歌、バカ団でですね、アニメ、怪獣のテーマです。
まず最初に言っておきたいんですけれども、AD の柳沢さんのラスベガスにですね、もうファックス送らないでください。童貞とか金玉とかですね、日本人のフロントの人が取り付いてますんで、そういうファックスが大量に来てる、ゲストって形になってますんで、それこれちゃんと聞こえてるんですか、生放送ね。今ですね、ラスベガスにいます伊集院光です。周りすごく静かでしょ。実はですね、カジノの中にある公衆電話でかけてるんですけど、なんで静かっていうかですね、まだ朝っぱらですね、客がいないですね、ちょぼちょぼしかいないですね。でそんな中ですね、電話してる、すごく奇妙な形になってるんですけども、一応今からやりますよ。ここに1500ドルありますんで、20万円分なんですけども、なんかこう一人だけラスベガスにいるのがちょっと後ろめたかったりですね、あとすごい録音してて眠かったりとかで、なんかこうなんだかよくわからないのを僕20万使うことになってるんですよ。で帰ってから細かく説明しますけど、6万5000円どうしても今必要なんですよ。これはマジで6万5000円大変なことになってるんで、それ貸すためには皆さんのアドバイスをいただいたのを利用するんですが、まずですね、本名 OK 高村峰夫さん、2002年の主演回数が29回ってことなんですが、主演回数やめてくださいって言いましたよね。それと多いです。なので29人借りさせてもらいます。それからですね、ペンネームマゲマゲさんですね、伊集院さんのいない日本ではベストが大流行なのでということで、国主用の黒いただいてますね。で他にもですね、こう複合で黒の下の方が当たるとこうでかいっていう形でですね、バンバン100ドルチップかけてきますよ。100ドルって1万3000円ですよ。もう時間ないんですかね。他にもですね、いっぱい来てますよ。19歳の私が元日に童貞喪失の目標を36歳までに決めたので、19から36とかですね、こういうの来てるんですけど、いいんです。20万なんですよ。もう6万5000円どうしても必要なんですよ。バカまでしくじったんで、6万5000円がね、バカまで騙し取られた形になってるんですよ。行きますよ、僕、本当に。ドライブ会社のうるさいんですけど、行きますよ、僕行きますよ。でも、じゃあ、なんか、バラバラっと当たったら、絶対いいお土産とか買いますんで、あと、アドバイスしたファックスの人とかには、ちゃんと行くようにしますんで、あと、トラッキングの片っぽが引っ込んだままなので、ゼロっていうですね、クポリさんなんですけど、書きますけど、ラジオラジオにトラッキングとか書いてあるファックスがたくさん送られてきてるような状況を、なんですが、柳田君、本当怒らないでくださいね。もうね、締め切りです。締め切りっていうことで、あとはエンディングでいなくなってたらさせてください。砂漠に肩まで待ってますんで、6万5000円どうしてもいる理由がね、来週ちゃんと話しますけど、何つったのかな、6万5000円がね、6万5000円事件ですよ。6万5000円事件については来週ですけど、お年玉だよ、福袋プレゼント。うちですね、ラストの一つになるわけですけれども、これがですね、福袋プレゼントなんですが、予算1万円で福袋を5つ作ります。割り算のできる方は分かると思います。1つ当たりの福袋にはだいたいいくらぐらいの商品が入ってるか、そう1万円です。それを私は可能にします。この後ですね、どういう風な仕入れを行ったか聞いていただくとですね、もう欲しくて欲しくて仕方なくなると思いますよ。それではですね、仕入れの模様をお聞きください。すまない、これはデュービー、デュービーの方ですか。本物のデュービーの方ですか。これデュービー、これいくらなんですかね。5,000円です。デュービー、本物のデュービーですよね、これ。本物のデュービーですよね。偽物とかでもみんながっかりするんで、じゃあすいません、2個デュービー2個いただきたい。すいません、お願いします。いいですか、ここで。はい、お願いします。よかった、あと2個で売り切れるとこ買い占めましたよ、デュービー。パッと見ね、素人はファービーって言っちゃうんですけど、デュービーなんです。なぜなら箱に入ってないで直接ビニールで包んでありますから、その辺がね、ファービーみたいなの音質はしとは違って、多分ね、デュービーはね、結構育ててみるとね、いい感じの言葉を言うと思います。切なくないなんて急に向こうから言ってきたりするはずですから、これ僕の予想ですけど、定価は多分ね、ファービーと同じ額として換算するのが一番正しいと思いますから、間違いない。あれ5000円ぐらいするでしょ。ほら来た、この予算で。
今また新しい商品、仕入れてまいりました。こちらでございます。緑色の憎いやつ、アルカリ炭酸電池、10本で250円です。これはね、安く仕入れたね。だってね、そういう風に聞くとね、ブランドはどこなのって話になるじゃんね。それはね、ブランドを探すとね、まああの炭酸アルカリ電池とだけあるんですよ。普通にこう、すいません炭酸アルカリ電池くださいなんつっていろんなメーカーのやつ出してる人いるでしょ。あれ嘘だからね、詐欺行為だからね。これが本物。これをね、今回はサービスして1袋あたり6本差し上げたい。これ普通にコンビニで買うと大体2本300円ですよね。だから、これ900円換算になりますから、ドゥービーとこれがもうセットになった段階でもう5900円の袋が出来上がってるんですよ。マジックですよ、マジック。まさに575円でですよ、今。いいもん買った。あ、これ今流行ってるやつじゃん、なんか。昔のベーゴマみたいの新しくしたやつで、バトルスピンっていう。これこれマイク持ってる人とか笑わないでくれる。流行ってんだって、これ。流行って、俺見たもん、ワイドショーで。お父さんの世代はベーゴマだったけど、今大会とかがあってすげえ流行ってる。こういうパーツとかを組み替えられて、確かバトルスピンっていう名前だった、間違いないわ。バトルスピンはこれちょっと一個ずつ買ってったけどがいいな。すごいわ。あ、これは、あー、これは専用スターター付きだ。子供大喜びで、これが例のクリスマスシーズンに売り切れてたやつだろ、おそらく。バトルスピンいただこう。で、一応バトルスピンが1個350円ということで、これ一応3人分買いましたね。で、難しいのは定価なんですよ。定価一応、ベイブレードが同じようなタイプで2480円だから、それで。あれ、ベイブレードって何だろう。ワクワク動物ランド、襟巻きトカゲカードですよ。三大フラッグ、襟巻きトカゲのラッキーバッジ、襟巻きトカゲの走るマジックカード。300円ならこれ、本来定価950円とかですよね、これね。これいいんじゃないですか。これね、内容的にすごいよ。こうバッジが入ってるんですよね、ここ。あ、バッジ入ってるんですか。うん、襟巻きトカゲ、このバッジが入って、おお、あと飛び出しやすいね、はい、昭和59年の。不思議だ、こうすげえ。すごいよ、これ歩いてるみたいに見えますもんね、今来たわけね。これほら、スナップ写真も、いろんな、世界の襟巻きトカゲが、はい、何かリボンつけてんのが2枚あるんですね。蝶ネクタイみたいになってるんですね、これね。そうそう、可愛くしてあるわけですね、これね。可愛い、物知りブックがついてますから。ちょっといいさ、確認させてもらって。うん、襟巻きトカゲと仲間たちの関係、うん、すごいね、内容はすごい。フリルを広げたところと閉じたところ、だそれをもう読んじゃえば、もう百科事典よりも5個ください。5個、はい、5個お願いします。すごいね、はい、ありがとう、いただきたい、はい。また新たに手に入れてまいりました。今度はですね、トレーディングカード、なんて安かったの、これがびっくり。あのね、TBS の人気番組ミスマップ天国なんだけれども、毎週火曜日の25時20分から25時50分、4年前放送中なんですけど、これがですね、なんと1袋400円のところを15袋で600円という形で購入してまいりましたんで、これ3袋ずつお付けすることができます。1200円ですよ、3袋って言ったら。大変ですよ、こういうの。でもね、侮っちゃいけないんだよ、こういう昔のそのグラビア水着みたいなのが出てた番組のカードっていうのは、逆に今見てみたら、この子売れてんじゃんみたいな子が入ってることがあるのよ。まあ、これはないんだけど、あるの。また新しい、まあ、これ極秘のお店なんで、誰にも言えないお店なんですけども、秋葉原にあるとあるお店で CD をたくさん仕入れてきました。で、いろいろね、セットを買いました。やっぱり福袋ですから。でね、一つ目のセットはですね、イーストエンドプラスユリフルコンプリートセット、これ一番ラッキー。全5曲の CD シングルをですね、1枚あたり20円フルコンプリートすることができました。これが5000円分。それからですね、もう一個はですね、サル岩石のシングル CD がどうしても4枚しか見つからなくてですね、あと1枚なんか出してるはずなんですけど、見つからなかったんで、まあいいや、じゃあ
そこにはサムシングエルスがあったからっていう、電波少年5枚セット、これがまた5000円分、さらにはですね、ポケットビスケッツ、ブラックビスケッツセットっていう、もうタイミングですよ、もうすっげー、どれも名曲ばかりです。名曲の証拠にですね、今私の来てるお店に山ほどあります。名曲じゃなかったらあの数は仕入れないんですよ。お待たせ、ちょっと時間かかって申し訳なかった。あのね、もう1万円超えてるんだけれども、もういや、すごい贅沢な福袋にしようと思って、僕おすすめのね、こう名画のビデオを入れていこうとなったんだ。で、まあ年寄り臭いことを言うようだけれども、最近の若者はなんかチャラチャラした映画ばっかり見てる感じするんだよね。だからまあ福袋に入ってたなら見てみようっていうきっかけで、なんか名作に触れてくれればいいなっていう、でいわゆる名画の館長みたいな気持ちで選んでたね。これはね、知らないと思うな。ドン松五郎の生活っていうね、感動していただきたい。これはものすごく、ドン松五郎、ドン松五郎っていうブラジルの日系2世の人の話だから、ドン松五郎がもういわゆるみんなからドンって慕われるまでに、誰を殺して、犬だね、犬だね、犬だね、それはね、それはわかる。それからね、あとはね、これはどうかな。あのね、まあぶっちゃけた話、僕もね、いろいろこう、あのコメディ映画とかそういうものを見たり、向こうのコメディなんかを見て、割とギャグをパクってるって言い方はインスパイアされてるんだよね。だから隠れた名作みたいな、あのちょっとだから癖が強いから、一般の人が見てすごい笑えるのかどうかわからないけど、まあ少なくとも俺は影響すごい受けてるなっていうこと でミスター・ビーンのね、一応4巻だけあったんで、4巻だけポツネーンってあったんで、これね、これはね、メリークリスマスミスター・ビーンの回が入ってるんで、これは随分分かん、これ当たった人はみんなに言わないで、俺がここからたくさんギャグをパクってるっていうのが分かっちゃうんで、あとはね、これはね、好みがあるからどっちが当たれば嬉しいのか分かんないんだけどね、恋さんまんね、恋さんまんのコロッケのモノマネ、ね、吹き替え版と、もう一個恋さんまんの、マーシーのファミリー吹き替え版っていうのがあるんだ。多分ね、10年前からって言ってたから、これを吹き替えた時っていうのはどうかな、89年なんで、これで悩んだ可能性はあるね、かなりね、まあだから今となってはファミリー吹き替え版で全くない状況なんだけど、これからすごいレアにはなっていくと思うんで、どっちが当たるかはお楽しみっていう。すごいよ、みんな1本あたり1万5000円とかするものだからね。だからもう福袋としては完成だよね。で、今は480円っていう値札はついてるけれども、これは1万5800円のものが入ってるわけですから、僕が極秘ルートでこの激安ビデオ王っていうお店を知ってるからできるだけのことで、それを知らないんだから、一般の人はこれ手に入れる機会なんかないんだから。残り2000円は今、あの、分かりました、あの1枚だけ当たりを入れます、1つだけ、ここにあのサンタフェ見てましたんで、知ってる、内緒だよ、宮沢りえが部屋ヌードになってる、マジで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 やべ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 、これあのサンタフェ、新品同様のサンタフェを送るんで、あのこれ、ね、篠山紀信っていう人が極秘に撮ってるから、宮沢りえちゃんがもうね、見たらぶっ飛びって感じになるから、これ当たり、不公平かもしれないけど、それが福袋だから、これ入れます、サンタフェです。4500円する品ですよ。さて、抽選で5名、この福袋がどうしても欲しい人は、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光る深夜のバカ力から、お正月福袋プレゼントの係まで、住所、氏名、年齢、電話番号を忘れずに、あとですね、カルタのお好きな読み札を1枚分書いて、ちゃんとセリフを覚えて書いて送ってください。抽選で5名に当たります。正月ということでお送りしてまいりました、伊集院光る深夜のバカ力からお正月特大号豪華3大付録付きでございますけれども、
今ですね、12月の31日のもういいよそれはね、エンディングでございます。来週は無事帰ってくれば生ですんでね、で生で新コーナーをバンバン立ち上げるスペシャルになってますんで、ぜひ聞き逃さないようにしてください。さああとお待ちかねはですね、この後エンディングテーマ長くこう続きます。でその間にですね、もし怪獣こと伊集院さんが、何事もなく滞りなくギャンブルの方を進めていた場合ですね、まだ生出てきてですね、結果発表を送金までしてくれるという形になりますので、それを楽しみにしつつですね、ここでお別れしたいと思います。で万が一延々と大きなノッポの古時計が、何の音声にも邪魔されず流れ続けた場合はですね、やばいね。結果出ました。カジノってすごい。一応ですね、いただいたファックスの中の7つ、まあ、来週紹介しますけども、割と黒の下の方に集中してこう重複して当たったりしたスコアになってからですね、書かせていただいたんですが、ですね、当たりました。ペンネーム10キロカレー、見てた胸焼けさんのいただいたやつが当たってですね、なんと1500ドルか一瞬にして600ドルになりました。いや、よかった。マジ？びっくり。あのあれみたいやつで持ってかれるんだよね。100ドルのチップなんか初めて見たんだけどね。嬉しいお知らせがありますよ。ですね、私のプライベートの方でもカジノをちょっとですねやられ気味になっておりまして、このホテルのカジノにはですね、カジノにお金を使えば使うほどですね、こうポイントバックで商品が、センスの悪い T シャツとかがもらえる商品還元みたいなのがあるんですが、おそらくですね、T シャツ5枚ぐらいもらえる感じになってます、今のでとどめで。で欲しい方なんですけども、ハガキにですね、住所氏名年齢と、あと6万5000円事件ってなんだか想像して書いてください。カジノの方は6万5000円じゃ効かないぐらい言っちゃってるんですけど、それに関してこれは僕の責任ですから、それに関しては別にその事件とかじゃないんですよ。それはね、僕はほら雰囲気が楽しめればいいみたいな感じで、どうせ言わないものとかなんでいいっていうことじゃないですか。だから今これ600ドルになってることも全然何でもないんですよ。何でもないんですよ。何でもないんですよ。だってちょっと電話の際に何の人が聞かないかもしてますけども、だからそれはいいんですけど、6万5000に関してもちょっともうまずいんですよ、予想外のことで。だからなぜ6万5000なんで準備ちゃったのかな、何人にこの6万5000やられてるのかっていう話をですね想像して書いてください。当たった人とか面白かった人の中でですね、大して着たくもない T シャツ、その T シャツ着てるってことはお前カジノで負けてんじゃんみたいな T シャツ持って帰りますんで。で、あとですね、他はそうですね、お伝えしたいことはカジノってすごい、なんかラジオラスってすごいっていうことだけはお伝えできればっていうことで、あとなんか何言うのかよく分かんなくなっちゃったんですけども、手の話こう7カ所に200ずつバーってかけて、そのまま出てガーッて熊手みたいなの取られて、そのまま600ドル分だけコインを握ってきちゃったっていう感じで、すごくこう宅には戻れねえみたいな感じにもそうなってます。あと追伸としてはですね、一緒にこっちで落ち合ったアンタッチャブルの山崎君とアンタッチャブルの有田君なんですけれども、T シャツを結構持って帰られました。はい、先に帰ったんですけど、僕も早く帰ったら一生懸命ラジオやらなきゃなっていう感じなんですね。この600ドルも頑張ってはみたいと思うんですけども、もう流れてないのかな、この辺りは。